ウォーレン・エドワード・バフェットは、アメリカ合衆国の投資家、経営者、資産家、事前家である。世界最大の投資持ち株会社である、バークシャー・ハサウェイの筆頭株主であり、同社の会長兼 CEO を務める。大統領自由勲章を受賞している。バフェットは、バークシャー・ハサウェイ等を通して、多額の株式投資を行い、資産を増やした。株式会社という形態は取っていても、 バークシャー派サウェイはパートナーシップであるとバフェットが表明している。バークシャー派サウェイはバフェットとチャーリー・マンガーが運営する投資ファンドに近い性質を持っていると言われている。バークシャーは一株あたりの内在価値を最大限に高めることを目的としている。一方で内在価値と乖離した高い株価も好んでおらず、株価は内在価値を反映した。 妥当な水準であることを望んでいる。毎年の有価証券報告書には株価指数 S&P500 とバークシャーハサウェイの株価の比較が載っている。バフェットが1965年にバークシャーハサウェイの経営権を握ってから2015年までの約50年間に S&P500 の上昇率が約14000%だったのに対しバークシャーハサウェイの株価は 約200万という桁違いの上昇を見せた。運用成績は、福利計算で約21%のリターンを約50年間にわたって出していることになる。ホーブス氏によるアメリカの長蛇番付ホーブズ400では1986年に5位に入って以降、毎年ベスト10内に入り続けている。世界長蛇番付では、 ビル・ゲイツが1994年から13年連続で1位となり、バフェットは2位であることが多かった。バフェットは2007年に前年から資産を100億ドル増加させ、620億ドルとなり初めて1位になった。バフェットの資産は、主に自身が CEO を務めるバークシャーハサウェイの 株式を通じてて形成されている。バフェットの生活は基本的にお金を使わず九百五十八年に三万1500ドルで購入したオマハの郊外の住宅に今でも住んでいる。バフェットはバークシャーハーサウェイから報酬として年間十万ドルを受け取り暮らしている。バークシャーハーサウェイはバフェットが経営権を握って以来無配当を貫いているためバフェットは 同社から配当金はもらっていない。2006年6月にバフェットは資産の85%にあたる約374億ドルを5つのフィランソロピーに寄付すると発表した。これはアメリカ史上最大の金額であり、寄付はバークシャーハサウェイの b ニ株の形で寄付残額の5%ずつ毎年支払われる。寄付のうち 約310億ドルは2004年からバークシャーの社外取締役を務める信仰の深いビル・ゲイツが関わるビルメリンダ・ゲイツ財団に残りは4つの財団に寄付される。バフェットは1930年にネブラスカ州オマハでユグノー系のハワード・バフェットとレイラ・バフェットとの間に生まれた。バフェットは幼い頃からビジネスを始めていた。 祖父からコーラを6本25セントで購入し、それを1本5セントで売ったり、ワシントンポストの配達のアルバイト、ゴルフ場のボール拾い、競馬の予想新聞の販売などを行っていた。バフェットは11歳の時に初めて株券を購入した。姉のドリスと共に式サービスの優先株を1株38ドルで3株購入したのだが、その後、1株27ドルまで下落した。 バフェットはドリスに対して責任を痛感し、1株40ドルまで値を戻したところで売却したが、シティサービス株は長期的に上昇し続け200ドルになった。バフェットによればこれは人生で最も重要な経験であり、3つの教訓を学んだと後に10回している。それは1買った時の株価にこだわってはいけないによく考えることなく小さな利益を得ようと急いでは、 いけない、三他人のお金を使って投資するのは慎重でなくてはならないというものであった。証券会社を営む父が1942年に会議員に当選したためワシントン DC に引っ越したが、当時12歳のバフェットは新しい生活に馴染めず、祖父の家からオマハの学校に中学2年まで通うことになった。 1943年に自転車を仕事の経費として控除し、13歳で初めて所得税を申告した。中学では飛び起用したが、一つ上の友達とうまくなじめなかった。また成績はかんばしくなかったが、新聞配達は継続していた。中学を卒業したバフェットはワシントン DC に戻り、高校に進学した。 高校3年の時に友人と中古のピンボールを1台25ドルで購入し、それを利用店に置くというビジネスを始めた。このビジネスは成功し、最終的には週50ドルの利益を稼ぎ出すまでになった。その後、この事業を退役軍人2200ドルで売却した。1947年にペンシルベニア大学、 ウォートンスクールファイナンス学科に入学したが中退し、ネブラスカ大学林間校に編入した。ネブラスカ大学を卒業後、ハーバード大学ビジネススクールに入学しようとしたが、断られた。コロンビア大学で著名な証券アナリストであり、賢明なる投資家の著者のベンジャミン・グレアムとデイビッド・ドットが、教職についていることを知ったワフェットは、コロンビア大学のビジネススクールに進学し、 投資について学んだ。グレアムが保険会社外庫の重役であることを知ったバフェットは電車に乗ってワシントン DC の外庫本社へ向かった。門前払いをされそうになったが中に入れてくれるまでドアを叩き続けたという。そこでバフェットは当時の副社長そして後の友人であり影響を受けたロリマーデウィットソンに会った。1951年に大学院で修士号を取得後。 ウォール街で働こうとするが、父とグレアムに反対された。バフェットは、グレアムの下でただでもいいから働きたいと懇願するが、ユダヤ人のための雇用を確保しておきたいというグレアムの事情により断られた。グレアムは、ユダヤ人で、当時は、ユダヤ人の就職が困難という社会的な事情がその背景にはあった。バフェットは、故郷オマハに戻り、株式ブローカーとして、 父の証券会社で働いた。テキサコガソリンスタンドに資産の20%を投資したが損失を出した。後に失敗した投資の一つとして語っている。また、人前で話をする訓練のために、デール・カーネギーの演説コースを受講した。学んだ知識を使い、ネブラスカ大学夜間クラスで平均年齢が彼の2倍以上の受講生に投資原理を教えた。この頃に、 スーザン・トンプソンとデートをするようになる。1952年にスーザン・トンプソンと結婚し、婚約時には資産の6%の価値の婚約指輪を送った。1953年に長女スーザン・アリスを設け、翌年には二人目の子供ハワードが生まれた。パートナーシップの運営1954年にグレアムより電話でパートナーシップでの仕事の誘いがあり、 資産運用会社、グレアム・ニューマンに、証券アナリストとして入社した。初任給は、年間1万2000ドル。ここでは後に、著名な投資家になるウォルター・シュロスと共に働いた。1956年にグレアムは引退し、会社は解散した。グレアムはバフェットを評価しており、1970年代の後半に、賢明なる、 投資家の改訂を行っていたグレアムが入院した際に手伝いをバフェットに依頼した。バフェットは根本部分は変更せずにインフレや企業分析について改訂を提案したが退院したグレアムは自分で改訂作業を行った。当時バフェットの貯金は9800ドルから14万ドル以上になっていた。バフェットは故郷オマハに帰り、 合計10万5000ドルを7人の家族と友人から集めて投資のパートナーシップであるバフェットアソシエーツ株式会社を設立。自身は100ドルだけ出資した。この後、年内に2つのパートナーシップを作り、パートナーシップは合計で3つになる。1957年にさらに2つのパートナーシップを追加で作り、合計5つパートナーシップを運営した。バフェットは パートナーシップの運営を自宅で行っていた。妻のスーザンが第三子を見ごもっていたので、1957年にファーナム通りにある漆喰作りで5つの寝室を備えた家を3万1500ドルで購入した。この家にバフェットは現在も住んでいる。1959年後にバークシャーの副会長となるチャーリー・マンガーに出会い、二人はすぐに息統合した。 彼は会社の成功のようになる。1960年にはパートナーである一人の医師に1万ドルを投資する気がある医師を10人見つけてきてほしいと頼み、11人を紹介してもらう。この中には現在まで投資している家族があり、当時投資した1万ドルは現在では5億ドル程度になっている。百六十一年、パートナーシップの資産が数百万ドルを突破し、 風車の製造会社に対して初めて100万ドル規模の投資をした。1962年にニューヨークへ出かけ、古い友人から数十万ドルの資金を集めた。パートナーシップの資産が720万ドルになる。多数あったファンドをバフェットパートナーシップにまとめ、最小投資規模を2万5千ドルから10万ドルに変更した。運営拠点をバフェットが機能的で壁でないと称する。 キューイットプラザに移す。バフェットとスーザンは、それぞれ100万ドル以上の資産を保有していた。繊維業のバークシャーハサウェイが1株あたり8ドル未満で、売られており、経営を改善すれば業績が好転すると考え、最終的にはパートナーシップを通じて、全株式の49%まで買い進めた。漫画に風車製造会社デンプスターに、投資すべきか相談すると、 ハリーボトルの方が良いと言われる。バフェットは、この助言に従い、ハリーボトルに投資、一時解雇、コスト削減等の経営改善策を会社に実現させ、大きな利益を出す。1963年、バークシャーハサウェイの筆頭株主になる。デンプスターを購入時の3倍の株価で売却。ほとんど価値のない企業で構成したポートフォリオは200万ドル。 以上の価値を持っていた。翌年、アメリカンエキスプレスが倒産の危機のある子会社に対して法的義務のない状態で資金を融通しようとしたスキャンダルによって同社の株価が暴落した時にバフェットは解決可能な問題であると判断し逆に株を買った。1965年にウォルトディズニーに出会い、ウォルトディズニー株を買い始める。一株38セントで 当時の時価総額の5%に当たる400万ドルを投資した。一株48セントになった時に売却したが、後に買い戻すこととなる。このことについて、売却は失敗だと認めている。1967年、バフェットのパートナーシップの資産が6500万ドルになる。バフェットはこのパートナーシップに初めて10セントの配当を出した1969年。 バフェットはパートナーシップの解散を行った。ブルーチップスタンプスとの関わり1956年に9つの会社によって設立された。ブルーチップスタンプは小売店の販売促進のための景品スタンプ事業を行っていた。旧社による独占に対して小売店から反トラスト法違反で訴えられ、1967年に ブルーチップスタンプスと海明手株式の55%は市場に流通するようになった。バフェットは割安であると判断して株を購入し、情報交換していた友人のチャーリーマンガーとディックゲイリンも別個に購入していた。1971年時点でバフェット家が13%、マンガーのパートナーシップが8%、ゲイリンのパートナーシップが5%を保有していた。 さらにバフェットが部分的に所有しているバークシャーが17%、ダイバーシファイドリテイリングが16%のブルーチップ株を保有し、ダイバーシファイドリテイリングはバークシャーの株を持ち、マンガーのパートナーシップはダイバーシファイドリテイリングの株を保有していた。その後の買い増しによって合計75%のブルーチップ株をバフェットたちが所有することになった。マガー、ゲイリン、 バフェットは、ブルージップの取締役となり、景品事業によって生まれる準備金の運用を行った。1972年には、製果業のシーズキャンディを帳簿価格の約3倍の価格で買収して子会社とした。さらに貯蓄貸付組合のウェスコフィナンシャルの株8%を1株10ドル台前半で購入した。1973年に、 ウェスコがフィナンシャルコープと合併する計画が発表されると、バフェットたちは、ウェスコの株主に不利な条件の合併に反対するため17%まで買い増しを行った。規制があり20%以上取得するには許可を受ける必要があったため、バフェットたちは創業家で大株主のピータースケを説得して合併を撤回させた。合併計画によって1株17ドルまで、 上昇していたウェスコ株は合併中止によって下落することが想定されたが、バフェットたちは他の株主へ高精査を保つため残りの3%を17ドルで購入した。株式取得に関する許可を得ると公開買い付けなどによって最終的に80%を保有した。SEC はブルージップを通じたウェスコ株の取得を中心に バフェットたちの投資活動の調査を行った。ブルーチップの株が複雑な形で保有されていたこともあり、SEC は何らかの不正を行っているのではないかという疑惑を持っていた。最終的には、ウェスコの合併中止後も株を高値で買ったことが株価を操作したと判断され、問題になった。バフェットたちは同様の過ちを今後行わないことを明言し、 1975年に SEC はブルージップからウェスコの株主へ11万5000ドルの支払いを命じた。この苦難の影響でバフェットたちは組織の簡略化に取り組むことになった。マンガーのパートナーシップは1974年の暴落から回復した1975年に解散し、マンガーはバークシャーの副会長に就任した。ダイバーシファイドリテーリングは バークシャーに吸収された。ブルージップも1983年にバークシャーとの株式交換によって合併し、複雑な株主構成は解消された。1965年にバフェットは、繊維業のバークシャーハサウェイの経営権を創業家との衝突の後に取得し、新社長にケンチエースを指名した。バフェットは1970年からバークシャーハサウェイの会長として、 現在では有名となっている株主への年次報告書を執筆し始める。バークシャー・ハサウェイは1973年にワシントン・ポスト株を買い始める。ワシントン・ポストとその機関紙を支配しているキャサリング・ラハムと親友になり、バフェットはワシントン・ポストの社外取締役となる。バークシャー・ハサウェイ株が下落し始め、バフェットの純資産は1974年には半減する。 バフェットの指示にて、バークシャーハサウェイは、資金の借り入れを行う。1977年、ブルージップを通じて3250万ドルで、バッファローイブニングニュースを買収した。新たに日曜版を開始し、既存の平日版の読者に4週間無料で、店頭では、特別価格で販売した。このことで、ライバルのクーリエエクスプレスから反トラスト法にて、訴訟を起こされ、 解決まで5年を要した。1979年に ABC 株を1株あたり290ドルで購入した。この頃のバフェットの純資産は1億4000万ドル近くと見られている。年間5万ドルを給与をもらい生活を続けていた。バークシャーハサウェイの株価が年初775ドルから年末2310ドルにまで上昇したため、 バフェットの純資産は6億2000万ドルとなり初めて、ホーブス氏に名前が載る。副会長の漫画の発案により1981年から、バークシャーハーサウェイが利益の一部を寄付する際に寄付先を株主が持ち株に応じて決定できるという事前事業計画を策定した。1983年、家具屋のネブラスカファーニチュアマートを6000万ドルで買収した。 バフェットはオーナーが同社の売却を考えていることを知り、オーナーの息子と事前にした交渉をしていた。その上でバフェットは店を訪ねて、オーナーの老婦人と直接交渉し、会計の監査や在庫の調査をせずに、いいねに対して即払いで購入した。1983年のバークシャーの持つポートフォリオは13億ドル程度の価値と評価されるまで成長していた。一方で、 本来の繊維業は不振を続け、1985年にバフェットはバークシャーの繊維部門の再建を断念して工場を閉鎖した。優秀な生え抜きの経営人と資本を注ぎ込んだが、最後の9年間累計で売り上げが5億3000万ドル、1000万ドルの赤字であった。当時すでにアメリカにおいて社用産業であった繊維業を再建することはできなかった。 1985年、3億1500万ドルで世界書籍百科辞典などを製造しているスコットフェザーを買収した。1985年に ABC とキャピタルシティーズの合併の成功を助ける。連邦裁判所からキャピタルシティーズとワシントンポストの両方で取締役であることを認められなかったため、ワシントンポストの取締役を辞任した。 1989年、670万ドルで、車用ジェット機を購入した際に、かつて他社のジェット機購入を批判したことに絡めて、冗談混じりに、ザ・インディフェンセブルと名付けた。1987年に、アメリカ最大規模の証券会社ソロモンブラザーズは、ロナルド・オ・パールマンによる敵対的買収の対象となっていたため、CEO のジョングッド・フレンドはバフェットに助けを求めた。 バフェットは、証券業界を好ましく思っていなかったが、グッドフレンドを評価していたため7億ドルを投資し、マンガーと共にソロモンの取締役に就いた。1991年にソロモンの債券トレーダーのポール・モーザーが、財務省証券の入札での買い占めをはじめとする、複数の違法取引を行ったスキャンダルが発覚した。グッドフレンドとソロモン副会長のジョン・メリウェザーが、 この事実を知りながら、取締役会や監督省庁に隠し続けていたため、SEC や財務省をはじめとする多くの機関から重大事件とみなされた。最終的にグッドフレンドとソロモンの社長であるトーマス・ストラウスと法律顧問が辞任したが、それだけでは解決されないほど問題が大きかったため、バフェットが暫定 CEO に就任した。バフェットは信用があり、 法律問題にも積極的に取り組んだ結果ソロモンが2億9000万ドルの罰金を支払うことで事件は終結した。1988年にコカ・コーラ株を買い始め、最終的に発行済み株式の7%を10.2億ドル相当で買った。1989年バークシャーの株価は4800ドルから8000ドル以上に上昇し、バフェットの純資産は 約42億ドルになる。1996年ニューヨークのカルドーゾロー、スクールに参加して、在日セーズオブ・ウォーレン・バフェットを編集、発行することとなる。1997年から1998年にかけて、1オンスあたり4.6から4.8ドルで、約1億3000万オンスの銀を投資として購入した。2006年に売却した。 2010年9月29日に、ビル・ゲイツと共に自身が出資する中国の日が進むの、工場を訪れ、電気自動車 M6 発売のセレモニーにゲイツと共に出席した。2011年3月21日に、日本へ初来日し、自身が間接的に投資を行う大手切削工具、メーカータンガロイの新工場完成式典への、 出席が予定されていたが、東日本大震災のため完成式典も来日も延期された。その後、新工場の完成式典が行われる11月21日に、合わせて工場のある福島県を来訪した。2012年2月に、自らの後継者を特定したとしたが、具体的な名前は明かさなかった。同年4月17日に、 初期の前立腺癌であることを明らかにした。2020年8月31日には、三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤中商事、丸紅の日本の大手総合商社の5%の株を投資、購入した。ビルゲイツとカードゲームに興じるバーフェットプロテスタントの家庭に育った。現在は不可知論者だとインタビューに答えている。バフェットは、 長期投資を基本スタイルとし、1965年から1995年に、渡って、バークシャーハーサウェイに高い運用成績をもたらしている。地元ネブラスカ州オマハを中心とした生活を送っているため、1997年に、ニューヨークタイムスから、オマハの賢人オブオマハとも呼ばれる。毎年開催されるバークシャーハーサウェイの株主総会では、バフェットと同社の副会長、 チャーリーマンガーの話を聞くために2009年5月に世界中から数万人に上る株主が参加すると報道されている。朝鮮日報によると1950年代から同じ家に住み週に3回はマクドナルドのチキンナゲットで昼食をとる。投資手法は固定の関わりが強く新規業界より既存業界を好む。1990年代のドットコムブームでは テクノロジー株を新機能だとして投資しなかった。しかし、バフェットも2016年にアップル株を大量に買い付けた。さらに、これまでアマゾンに投資しなかった自分はバカだったと過去のテクノロジー株への偏見があった反省を述べた。アマゾン株も買っている。バフェットの投資に関する考え方はベンジャミン・グレアムの理論をベースにしている。株式が 企業の一部であることを意識し、市場に惑わされず、安全余裕率を忘れないことが重要な要素だとしている。その他に、フィリップ・フィッシャーの影響も受けている。当初は、株価純資産倍率が1未満の株が、解散価値の水準に価格修正される傾向があることから、PBR が1よりも小さい株を買い、価格修正されたところで売却し、 最益を得るという方法が主流だった。しかし、失敗した投資経験やチャーリーマンガーの意見によって、バフェットは単に割安な企業よりも数字に現れないものを含めた内在価値が高いことを重視するようになり、普通の企業を格安で買うよりも優れた企業を相応の価格で購入するべきだとしている。バフェットが投資する条件として事業の内容を理解できる。 長期的に業績が良いことが予想される、経営者に能力がある、魅力的な価格であるという4つを挙げている。事業の内容が自分にとって複雑すぎる分野には手を出さないため、基本的にハイテク分野の企業などには投資をしていないが IBM と Apple には後輩等などから投資した。長期的な業績を図るためには、ブランド力や価格決定力を持つことを重視している。 企業は事業拡張や多角化の際の誤った判断によって容易にその価値を失いトラブルを発生させてしまうため尊敬できる有能な経営者が必要である。しかし有能な経営者でも悪化したビジネスは立て直すことはできないと考えている。バフェットは分散投資を行わず基準を満たす優れた企業を買収あるいは株式を大量に取得するという集中的な 投資を行う。買収した企業では、元の経営陣がそのまま経営を続ける。バフェットは、資本の安定と適正な役員報酬によって経営者が安心して運営できる環境を提供する。バフェットの方針は、経営を続けたいが企業を売却したいオーナー、経営者を引きつけた。バークシャーハサウェイを買収した際は新社長を登用して繊維事業の改善を図るなど、 経営に介入したが、うまくいかず、最終的には工場を閉鎖せざるを得なくなった。失敗の一方で、もともと優秀なビジネスを行っていたシーズキャンディの買収は成功したことから、現在のスタンスが確立した。バフェットは、長期投資が最も望ましいとしているが、基準を満たす投資先がない場合は、最低取引も行う。 合併や買収などが公表された企業の株価と計算上の株価に差があれば実現される可能性と期間を考慮して取引を行う。バフェットは最低取引の場合でも少数の大規模な案件を扱う。ビットコインについては殺素材の事情と表現し否定的な見解を示している。一般投資家はインデックスファンドを購入すべきだと主張し、 手数料の高いアクティブ運用型投資信託に手を出すべきでないとしている。上記の通り、かなりの変色化である。ソニーの当時のトップだった森田昭夫がニューヨークの自宅にバフェットを招待し、食事を運ばせた際、次から次に出てくる日本料理20品に一切手をつけなかったと言われる。タンガロイの新工場の竣工式典に出席した際、 ある種類のハンバーガーとある種類のコカ・コーラしか食べないという事前情報を手に入れたタンガロイ側はマクドナルドのクォーターパウンダーから具材をすべて抜きソースも味付けもない完全にパンで肉を挟んだだけのものを用意したコカ・コーラが大好物でしかもものすごく甘いチェリーコークしか飲まないそれを1日に何本も飲む 6本程度飲んでしまうことは珍しくなく、医師が健康診断の際に、彼の食生活を聞いた際、そのあまりの変色ぶりに、遺伝子がよほど頑張らなければ、常人ならとっくに死んでいると驚きを交えて評した。交友うう関係のあるビル・ゲイツは、バフェットが朝食がありにオレオを食べていることを知っており、2020年には、バフェットの誕生日にオレオをモチーフにした。 バースデーケーキを作る動画を公開している。自家用車に関しては、高価な車両を何台も所有することはない。フォードの株を所有しているにもかかわらず、一時期は、ゼネラルモーターズのキャデラックを所有した。その光景には、スバルアウトバックを選択したと報道されたが、その後、自身のインスタグラム上で、人生でスバルに乗ったことはないよ。 キャデラックを新調したよと否定した。バフェットの父、ハワードは、証券業を営み、1930年から共和党の会議員を務めた。バフェットは、父から多くを学び、短期間だが、父の証券会社で共に働いていたこともある。バフェットは三人兄弟で、姉のドリスと妹のバーティーがいる。祖父は、オマハに、食料雑貨店を持っており、 チャーリー・マンガーはこの雑貨店で働いていたことがあるが、この間にバフェットと出会うことはなかった。1952年にスーザン・トンプソンと結婚し、スーザンとの間に長女スーザン・アリス、長男、ハワード、次男、ピーターの3人が生まれた。1977年に子育てを終えたスーザンはバフェットと別れて暮らすようになった。しかし離婚はしておらず、バフェットも スーザンの自由な生き方を支持していた。バフェットの遺産を受け継ぐことになっていたが、2004年に先立たれたために資産を複数の財団へ寄付することになった。バフェットは子供たちを甘やかすことは本人のためにならないとして厳しく育て、自立させた。長男ハワードはバークシャーの役員を務めており、また次男ピーターは作曲家で、 映画スカーレットレターに楽曲を2曲提供している。1978年からバフェットは妻のスーザンから紹介されたアストリッド・メンクスという女性と同居していた。2004年にスーザンが亡くなり、2006年にバフェットはアストリッドと再婚した。バフェットの財産は99%がバークシャー株であるが、死後はスーザン・トンプソン・バフェット財団に寄付される予定である。 2004年に亡くなった妻の個人資産であった26億ドル相当の土地はこのバフェット財団に寄付されている。2006年6月にバフェットは資産の85%に当たる374億ドルを5つの財団に寄付すると発表した。寄付はバークシャーの B 株の形で寄付残額の5%ずつ毎年支払われることになっている。 そのうち310億ドルはビルメリンダ・ゲイツ財団に寄付することとなった。2010年よりビル・ゲイツとギビングプレッジと称する寄付推奨活動を開始した。毎年バフェットとステーキランチを食事する権利がオークションにかけられ1億円以上で落札されている。落札金は全額グライド財団に寄付される。ありがとうございます。